子供だからといって甘いものが好きなわけじゃない、ただの一別であなたを刺すことだってできる、そんなことわかってる、とっくの昔から知ってる、だからって私の涙は暗闇に光る。アニシドのような匂いがする。
毎晩毎晩悪夢ばかり見たい夢は見たことがない。四角い部屋に魚のように目を開けたまま泡
にはおはようと、初めて会う人にははじめまして、自分の思いよりも先に飛び出してくる言葉たち、ありとあらゆるところで数えきれない人たちに使い古されてもまだ話され続けている。
眉を作るよ。
のない毎日、何の目あってもない毎日、何の緊張もない毎日、子供の遊びた方がいい毎日、子供の遊ぶ声、
情もない毎日寝ていた方がいい毎日子供の遊ぶ声恋人たちのささやき隣の家の電話黒光りするカラス何も私のものでない何も私に関係ない何も私に答え